中年オタッキーです。いつもね、似たような動画をたくさん作っておりますが、果たしてこれいつまで、ネタ続くんでしょうね。てか、このね、動画をね、作り始めて、この流れになってね、いろんなカメラを紹介していってるんですけど、果たしてね、この世にはね、どのぐらいの種類のカメラがあるんでしょうね。いつ尽きるんでしょうね。まあ、尽きない方がいいんですけどね。で、今日は、このカメラとレンズをね、紹介していきますね。これニコマート EL2、ニコール Q-O と 135mm の F2.8、これを装着して、写真を撮ってまいりましたので、解説を交えながら、紹介していこうと思います。それでは動画スタート。はい、今回ね、撮影に使用しましたこの機材、ニコマート EL と、ニコール Q-O と 135mm F2.8 ですね。は、以前からもね、紹介してますけど、高川様から提供いただいた、ものになります。本当にありがとうございます。もう大変状態のいいカメラとレンズでした。で、まあ、このニコマート EL って言ったら、電子カメラの先駆けになったものですね。絞り有線 AE を搭載しております。でね、蓋の開け方がちょっと特殊なんだよね。よっ。あれ、これじゃなかったっけ？これじゃなかったっけ？こっちか。よっ。はい、ね、蓋を開けたらこのようになってまして、縦走りのメカニカルフォーカルプレーになるんですね。これ今 AE になってますけど、AE っていうか絞り有線オートになってるんですけどね。ニコマートっていうね、名前ですけども、皆様知って、まあ、大半の人が知ってると思いますけど、まあ、ここにニコンって書いてありますよね。ニコンのカメラです。なぜニコマートって付けたのかよくわかんないんですけど、この当時はね、そのフラッグシップ機だけをニコンって書いて、他はニコマートって書いたのかな。だからニコン F だけが、ニコンで、他は全部ニコマート。なぜね、そうしたのかわかんないんですけど、まあおかげで安く買えるんですね。比較的安めに買えます。どうしてもやっぱりみんなね、ニコンって書いてあるのが欲しいんでしょうね。というわけでね、ニコマートのカメラはね、狙い目です。ニコマートって書いてあるけど、全然ニコンです。作りもニコン、質感もニコン、完璧にニコンです。壊れにくいし。で、今回その 135mm のレンズで撮ってきました。この間のね、ちょっと前のライブか。ライブで 135mm の話題で随分盛り上がったんですけど、135mm って結構いろいろ使えるんですよ。まあ、おすすめの撮り方としてはやっぱ背景ボケを、つける写真がおすすめにはなってきます。85mm とかと違ってね、F3.5 開放 F3.5 でもね、結構ボケます。なんでかって言ったら、やっぱ焦点距離が若干長いんでね、被写体からはね、少し離れることになりますけど、そこまで気になる距離にはないですね。まあ、ちょっと遠いかなぐらいの、距離でポートレートとかも撮れますし、でね、風景とかも結構撮れるんですよ。風景ってね、その広角っていうイメージが強いと思うんですけどね、普通はね。でも案外ね、テレガー使います。ズームレンズで風景を撮っても案外テレガー使うんですよ。この風景って全部が美しいっていうパターンは結構珍しくて、ここだけ切り取りたいってことがほとんどなんですね。で、135mm の、焦点距離は案外ちょうど良かったりしますし、この間のね、ライブでも言ってましたけど、その猫とか犬を撮るのにね、もう本当にいいレンズになります。猫犬はやっぱ人よりね、その被写体がちっちゃいんで、犬猫を撮るポートレートレンズとしては 135mm って結構最適なんですよ。で、まあ、単焦点レンズということで、もちろん解像度も高いものになりますしね。そういうわけでね、135mm のレンズおすすめなんですよ。これはね、開放 F 値 2.8 ですけども、2.8 でも 3.5、そんなに差はないです。だいたいね、格安、廉価グレードが 3.5 で、
上級グレードは 2.8 っていうことが多いようですが、3.5 でも十分いいと思います。あの 2.8 と 3.5 で本当にさそんなにないんでね、3.5 はね、いいでしょ、この時代のものだったらこれになりますけどね、これね1円でヤフオクで購入したレンズですけどね、これでも全然いいと思います。まあ、そんなわけでね、このレンズと、このカメラで、今回はね、ケントメア400っていうフィルムを使用しました。まあ、400を使った方がね、結構暗いところでも撮れるんで、この時期的にね、もう季節が、日没が早くなってきたんで、夜の写真がちょっと増えてくるんで、400のフィルムも最近ちょっと対応してるんですけどもね。そんなわけで、ケントメア400で、試写してまいりました。でね、今回ね、135mm のレンズということで、結構ね、雑踏とかでも写真撮ってます。これね、鬼の顔になってる人に見ると、顔がもろ映っちゃってるのはちょっと、ぼかし代わりにね、マークを入れてますけどもね、被写体から結構離れるんで、この雑踏写真はいいですね。人目を気にせず写真撮ることができます。で、これはね、風景富士山ですけどね、で、これはね、渋滞をね、ドライバー目線で撮ったところなんですけども、圧縮効果でね、渋滞がよりきつく見えますよね。で、ご覧のようにね、もう解像度はバッチリです。で、階調もしっかり出ておりまして、このレンズのね、秀逸さはわかりますね。で、風景写真なんですけどね、これね、浜松のサービスエリアから、山頂の風車を撮ったところなんですけど、このようにね、風景写真でもね、この中望遠、望遠結構使えるんですね。で、これはね、その浜松サービスエリアに置いてあったモニュメントですけど、これ人よりちょっと小さい大きさですけど、背景ボケになってます。で、逆光はこのように、フレアになってしまいますね。で、夜の写真なんですけど、これね、すべてね、オートで撮ってます。シャッターオートで撮っていますが、絞り開放でね、絞り開放でもね、十分解像度が出てますね。で、これはまあちょっと、シャッタースピード250ぐらいで撮ってますけど、絞り開放でもね、こんだけの解像度が出る。F2.8 の 135mm でこれだけ解像するってね、やっぱいいレンズだと思いますね。ニコンの 135mm なかなかです。これもね、これ全部、今回は全部ね、絞り優先 AE で撮ってますけども、綺麗にな描写になってます。夜の写真はね、全部開放なんですよ。最後の写真も開放なんですけどね、バリバリの描写ですね。このレンズ開放描写からいいですし、被写界深度もやっぱ 135mm なんで結構ね、浅くなるんでね、背景ボケを活かしてね、立体感を作る写真がね、撮れるんですね。今回のね、この動画の作例を見てですね、多分ね、135mm 使ってみようかなって気になる人は多いと思います。で、先ほどね、ヤフーオークションで見ましたが、この F2.8 でね、カビ玉だと1円からあります。でね、良品だとね、4000円から5000円。これはね、ニコールオートなんでね、AI じゃないんで、まあ、そのぐらいの値段で、買えますね。で、AI がつくとドンと値上がりするみたいで、あまり良品だと1万円を超えてくるものもあるみたいですけども、良品でその値段なんで、85mm とか 100mm とかね、その辺の中望遠に比べるとやはり安いです。まあ、ちょっとぐらいのね、そのジャンクでもね、いいと思います。なぜかっていうとね、作例でも見ましたけど、逆光は弱いです。まあ、昔のレンズなんで逆光は弱いんで、どの道逆光は弱いんだったら、ちょっとぐらいカビててもね、順光で撮りゃいいんでね、軽いね、周辺部の曇りとか、ちょっとしたカビとかね、そんなんだったらもう全然ね、買っていいと思います。どうせ逆光で撮れないんでね、逆光で撮らなきゃいいだけの話ですから、そういうことになると思います。135mm ってね、新しいレンズであんま見かけないんです。古いレンズばっかりになってくるんですけど、まあ、ニコンの場合はね、今回この F3.5 かな、こちらの方はね、試してないんですけどね、まあ、そのうち試そうとは思ってますけど、結局ね、単焦点なんで解像度は出る。で、逆光には使えない。まあ、その辺を考えると、安い。ジャンクでもいいんじゃないかな。あんまりカビカビとかね、めちゃめちゃ曇ってるのはダメですけどね。できればね、
都会の人とかだったらジャンクカメラのね、よく置いてあるお店で探す方がいいかもしれないです。特にね、そのジャンクだとどのレンズがね、カビが回ってるかとかでもね、だいぶ変わってきます。例えば後ろ玉にね、そのカビが出たり曇りが出たりすると影響が大きいんで、カビがありますってね、ヤフオクの説明だけだとね、苦しいものがありますので、ただまあ分解は比較的容易なレンズね、古いレンズですんで分解は比較的容易なんでね、この、135mm F3.5 これ僕全部分解しましたけど比較的簡単です。なのでね、その機械をいじるのが得意な人とかはね、臆することなく買ってね、カビ取りに挑戦するとかそういうのもありかと思います。ただね、この僕がね、この分解した 135mm のね、F3.5 は、周辺部の曇りは取れませんでした。もしかしたら曇りは取れないことがあるかもしれないので、カビあり曇りなしとか、そういうレンズを狙った方がいいかな。1円で買える値段、可能性も十分にあります。おすすめですね。で、カメラの方ですけど、カメラの方はね、以前、もう紹介しましたんでね、ある程度割愛しますけど、このニコマート EL でね、電池を入れる場所がわからないっていう人は多分すごく多いと思います。電池を入れる場所はね、ここなんですよね。これ今ミラーアップしましたけど、このミラーのね、底に電池を入れるところがあります。怖い。怖いな。これね、非常に怖いところにあるんですよね。で、プラスチックの蓋でね、怖いな。怖い。怖い。やめとこ。怖いそうなんでやめときます。これね、ここからね、LR44 電池を入れるんですけどもね、非常にね、開けにくいしね。で、作業場所もミラーとかね、シャッターがある場所なんで、あ、開いた、開いたよ。開いた、開いた。これね、この奥に電池が鎮座しております。見えるかな？見えねえか。見えねえかな。この毒に電池が入っておるんですけどもね。よいしょ。非常に取り出しにくいです。よっ。出てきた。はい、これね。4LR44 ですね。4LR44 が入ってます。この電池がなくてもね、一応このカメラ使います。よっ。90分の1固定になりますね。どのシャッタースピードに合わせてても全部90分の1です。これ今スローシャッターに合わせてますけどね。バルブはどうなんだろう？バルブも90分の1だ。電源が入ってなかったら完全90分の1になるということですね。ということはバルブも電池がいるということで、電池の残量には注意かもしれません。後ろにね、一応バッテリーチェックボタンがあるんで、酷使するときは必ずバッテリーチェックかな。まあ、こういうカメラですけどもね、まあ、古いね、電子カメラなんでトラブルが出てる個体も多いと思いますけども、比較的頑丈です。ニコマートってね、まあ、ニコンのカメラなんでね、やっぱ頑丈さにはね、定評があります。まあ、壊れてる、まあ、古いんでね、壊れてるモデルもあると思うことは、あるでしょうけど、まあ、比較的強いと思うので、まあ、流通価格も安いですからね、試してみるのもいいと思います。はい、今日の動画はこんな感じですね。いかがだったでしょうか。ここからは、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。作品投稿のコーナーです。今日もね、相変わらずね、ちょっと作品にね、字幕をつけれない状態が続いております。これいつ治るのかな。レビューとかにもね、書いている、フィルムストーリーってアプリなんですけど、レビューにも書いている人いますんでね、僕と同じ症状がどうやら出ているみたいですけどね、改善してほしいところですけどね。はい、作品投稿今回はね、トップバッターはトッシーさんですね。1枚目が光明っていうタイトルですね。2枚目が陽光ですね。カメラはどちらもニコン F4S。レンズが AI AF ズームニッコール 3570F2.8 で、
が1枚目。2枚目がね、AIAF ズームニコール 1835F3.5 から 4.5 で、IFED、これが2枚目ですね。フィルムがね、コダックのエクタクローム100、スキャンがオプティックフィルム8100になっておりますね。エクタクリーム、流氷感も少なくてとても良いフィルムでした。上がってきたポジの色合いを再現しようと、スキャンソフトやライトルームでいろいろいじり回していますが、難しいですね。まあ、この写真なんですけどもね、光を使って非常に印象的な写真になっています。紅葉はまだちょっと青いかなって感じですけど、コスモスもね、コスモスはちょっと難しいね。これもうちょっと早かったらよかったな。花びらが結構落ちる。コスモスはね、これが難しいんですね。全部綺麗に揃って咲いてくれないんですけど。まあ、色目的にはね、十分いい感じで出ておりますが、なかなかね、ポジのね、色味をね、そのままデジタルで再現するのって難しいんですね。まあ、僕もね、いろいろ動画にしてますけども、やはり色がだいぶ違います。結構ね、エプソンスキャンのソフトでそのままやると、えげつない青になることが多いですけどね。はい、トッシーさん、ありがとうございます。次はね、ケンちゃんさんの作品で、タイトルがコスモスの咲く家。カメラはね、ソニーアルファネックス C3、レンズ 1855F3.5 から5.6 で撮られています。で、写真なんですけどもね、ソニーらしいね、ちょっと鮮やかな写りですね。右側にね、家、これ結構古い感じの家、で、コスモスが、写っておりますが、ちょっとこれヘンテコリンな形のコスモスになりますね。ちょっと面白い感じです。日陰になることが多い場所に咲いてるコスモスなのかもしれないですね。これね、やっぱ鮮やか、ソニーのカメラと、普通に撮っても鮮やかに撮れるということでね、鮮やかな写真になっております。ケンちゃんさん、ありがとうございます。で、サムライジャパンさんの作品で、2枚、1枚目がね、船着き場、ツアイスイコンター 520-2、6×9 富士アクロス100ですね。2枚目がね、今雨は上がった、コニシロクパール3、富士プロ 160NS ネガフィルム使用ということですね。写真なんですけども、1枚目の船着き場、これロープをね、いっぱい束ねて、置いてある、写真ですけどもね、これ改造感がものすごいですね。さすがツアイスイコンタですね。で、2枚目の方、コニシロクパール3の写真なんですけど、ちょっとちょっとだけ色が転んでる感じかな。ほんのちょっとマゼンダ側に転んでるような気がしますが、おおむね良好に映っておりますね。まあ、光はないんですけども、反射が素晴らしい。その上下のね、比率が50対50で反射を使ってる、定石通りの、写真になっていると思います。サムライジャパンさん、ありがとうございます。次がね、1都市9の作品2枚、1枚目が黄色の絨毯、2枚目が、あれ、飛んじゃった、2枚目がね、古木っていうことですね。カメラがね、どちらもニコン FM3A、AI ニコール 28mmF2.8S、ね、コダックゴールド200で撮られております。で、1枚目なんですけど、光もね、いい感じで、イチョウの葉を撮られておりますが、これもう一工夫欲しかった、欲しかったですね。ちょっとだけね、引きすぎ、もっと寄って撮った方が面白いと思います。で、2枚目なんです。2枚目はね、順当に、写真になってますね。太陽の光がね、木漏れ日になってるのがね、ちょっといい感じの写真になっております。はい、一都市九さん、ありがとうございます。次がね、北野隆さんの作品1枚ですね。秋ののですね。カメラオリンパスペン EE3 富士カラー C200 で撮りました。9月に公園で撮った写真です。北野隆さん、北海道か。9月で紅葉なんですね。北村でジャンク220円で購入したペン EE3。革がベタついていて、モルトはボロボロでしたが、シャッター切れ、赤ベルも問題なしでしたので、速攻に。綺麗にして試写しました。今度はトリプ35が欲しくなりましたということで、これ見事な写りですね。これがハーフの写りかと。これね、ペン、僕ペンで撮ったらね、ちょっと眠たい写真、100で撮っても眠たい写真になることが多いんですけど、これはよく撮れてますね。素晴らしい。これね、横構図だっ
ったらタイトル画面になってたんですけど、ちょっと惜しい。横構図にしたらちょっと中途半端になりますね。難しいですね。北野隆さん、ありがとうございます。見事でした。今回の作品投稿のコーナーはここまで。ここからはね、俺のカメラのコーナーだったかな？になってまいります。はい、俺のカメラじゃなかったです。やった、やっちまったのコーナーですね。時神さんからの投稿です。いつも楽しみに動画を拝見させていただいてます。やった、やっちまったコーナーの、やっちまったに投稿します。このカメラは先日ハードオフで購入したマミヤ ZE クォーツです。1980年より発売された 35mm 一眼レフカメラです。50mmF1.7 マミヤセコールレンズが付いていて7000円。ジャンクですが高額でした。見た目が綺麗でシャッターが動作したので購入しましたが、完全に外れでした。レンズマウントも少し変形。レンズの絞り側と、カメラ本体のレンドカムが破損。露出関係が大きく狂っていました。さらにレンズのピントリングも回すとゴリゴリオンがして、引っかかる始末。完全にやってしまいました。実はその時酒に少し酔ってました。で、長時間かけてなんとか撮影できる状態にしましたが、まともに映ったりダメだったり、高い買い物だったかな。作例は、近所の公園で撮影。フィルムはコダックのカラープラス200ですということなんですけどね。映りはね、いいんですね。さすがマミヤのレンズなんですけど、これもろ被ってますよね、光線がね。これどこからも、マウントの方から漏れてるんだろうか。似たような感じで漏れてる感じですね。一枚一枚漏れてるところを見ると、マウントから光が入ってるのかもしれないですね。見た目すごくいいのに残念ですね。なんかさせてるのかな、このマウント。カメラ自体はこれ製造はどこだろうね。なんかどこかで見たことある形状のカメラだぞっていう気もしますが、よくわかんない。ちょっと調べてみないとわかんないですけどね。まあね、ジャンク7000円のジャンクって、まあレンズもついてるから安くは感じんで、あの飛びつくのもわかりますけどね、難しいですね。ジャンクカメラの道は一日にしてならずやっていうところですかね。はい、今日の動画はね、ここまでになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。いつも言ってますがね、高評価、コメントの方、どしどしよろしくお願いします。高評価はもうポチッと押すだけなんで、コメントのだいぶ追いついてきましたんでね、またどしどしコメントお願いします。チャンネル登録者の方もね、まあ、普通に伸びていってます。月120から130のペースで伸びていってますんで、ね、最近ね、動画の再生回数が伸びているって話をしましたけどね、なんだかね、古い動画の再生がなんかぐんぐん伸びてます。なんでだろう。なんでかわかんないですけど、もしかしたら古い動画がおすすめに上がりやすくなってきたのかな。まあ何でもいいですけど、再生が伸びるのが一番いいんですけどね。カメラ好きの人がね、どんどんフィルムカメラネタのね、動画を見てもらってね、そのフィルムカメラに興味を、持っていただけると嬉しいところなんでね。皆さんもね、そのフィルムカメラを盛り上げたいと思っている方、ぜひね、僕の動画をシェアするなりなんなりね、もう勝手に使ってもらってもいいですから、どんどんね、シェアしていただければと思います。フィルムね、縮小がどんどん続いていってますし、現像代とかも上がって、てしまいましたけど、これ以上ね、その事態を悪化させるのはちょっとまずいぞと、いうわけでね、流行らせていきたいと思ってますので、ご協力のほどよろしくお願いします。はい、今日の動画はここまで。また次の動画でお会いいたしましょう。それではごきげんよう。さよなら。